ピアノ近藤由紀でした。マイクは安藤で、これね、いろんな人がやってますね、ジャズ面で。ボーカルも取り入れてるし、ピアニストも取り入れてる。まあ、なんといっても一番有名なのはね、ジョン・コルトレーンになるのでね、ボーカルがね、ジョニー・ハートマン。それがね、ベストだと思います。じゃあ、今からね、ちょっとね、3人でいきたいと思います。1曲目はですね、まあ、今から始めるというのにぴったしなので、If I Were a Bell。